はい、皆さんこんにちは、かぜんどです。こんにちは、とくです。いやー、こうやってね、皆さんのお昼休みですか、まあご飯食べてる人もいれば、何をしてるんですかね、この時間、お昼の12時頃っていうの。どうなんですかね。はい、少しお邪魔してですね、私たちのパワプロのお話をしたいと思います。お邪魔します。今日はとくの画面による SR ガチャ券を引くという感じですね。はい、うん、ついにしらすで9000点超えて、うん、SR ガチャ券いただきました。あ、まだ超えてなかったんだ。いや、結構きついっす。うん、やっぱ試合経験点ないとね、アヘヘンでもうポーン出すか、うん、まあ兵隊劇でポーン出さないと、うん、きついっす。そうだよね。俺ちなみに試合経験で 40% ついてんのよ。はい、4キャラ連れてってんだけど、そこをちょっとね5人しようか迷ってる今。え、マジっすか。うん、ノーミを外す作戦に行こうかなともちょっと今考えてる。あー、ノーミは持ってないじゃん。はい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 、はい、でそのノーミのところにプラス 10% ついてるやつを連れてって50%やってみようかなとか、なんか今いろいろ考えてる。確かにそうですね、うん、でもそれはありだと思います俺も。うん、ということで、ま、SR ガチャですか。早速、うん、あれ、お前そろそろ PSR は。 PSR も種券、種券先こっち行きます。うん、ちょっと一回見せてよ、どこまで行ってる。先こっち行きます。もう俺の引きたいから止まらない。見ようよ、一回どこまで行ってるか見よう見よう。あ、まだ回収してないの今。おお、41日。で、あと41日後に俺は PSR ガチャ券を引きます。いや、お前そこ仕掛けろよあと41日、多分これがね、うん、もう2回やってるのかな、うん、から実質43日ですね、 PSR ガチャ券になってから。おー、で今2日やってるの残り41日。結構先っすね。結構先だね。なるほど。まあ、これはこれじゃあ収穫して今日の夜とかに公開しようよ。これやろうぜ、引けるよ今日の、今日っすか。うん、今日っすか。今日だよ、 Today。 いいんですか、 Today。 じゃあ今日やりましょうって言っててね、またカズエンドたちあげなかったって言われるから収穫だけして、先了解っす。収穫だけして。おお、カズ収穫できないっす。お前調子に乗るなって、タッチしながらって書いてあるんだよおお、収穫したでは皆さん、この動画はですね、植えとこう本日の夜に公開いたしますので、そちらもねお楽しみにしてください。ということで、前置きが長くなりましたが、 SR ガチャ券いきます。いっちゃいましょう。欲しいところで言うと、ノーミが欲しいです。ノーミ、そう、先日これ話すとかに、俺は知ってる赤月じゃない、スーパーミキサー、モンスト、ね、スーパーミキサーで、うん、雷の SR 出ました。俺昨日の夜犬切れたよ。見ました、ツイッター。うん。それも当たりですね。それは当たりですね。けどちょっと雷出てすげえ嬉しかったです。あれちょっと当たりだよね。あれは当たりですね。ねえ。まあじゃあここ行きます。はい。ノーミでね、俺もついにノーミ雷のタックとかね。うん。お願い。はい。ノーミ。うわー、今ビビった、一瞬来たかと思った。三本くん。三本くんでーすいやー、彼もね、筋力めっちゃくれっから。うわ、この、うわ、今、うん、なんかちょっと脳みっぽくなかったですか。なんか雰囲気あって。ありましたよね。うん、一瞬暗転してからの、なんかちょっと止まったよね、一瞬。いやー、からの三本松。こういうありますよ。そうですよね。への挑戦。筋力化け物ですもんね。筋力化け物ですよ。先日私、PSR のプラス5になりました。それに関してはコメントすごいいっぱい来てるようだじゃないですか。うん、ちょっと使ってみよっか、そろそろ。いやいや、リーダーにしてくれってコメントがすごい来てましたよ。本当に？フレンドに全員に切られてもいいから、うん、リーダーにしろって。ね、それはそれでちょっといろいろ困るんだ、俺。金杉さんがおっしゃってました。ね、いろいろ困るんです。いや、でもおめでとうございます。嬉しいです。うん、3本かあれ、トーク、いつの間にお前似てない。違う、似てるじゃない。ガチャボックスも200までお前増やしたの。いやー、だからこれに関しては、あれですよ、俺の中で決心はしてたんですよ、ルシファーをのガチャ引く、決心俺もしてたんですけどでもね、カズさんが PSR50 になったり、フレンドさんがもうあのガチャが出て1日2日でもう PSR プラゴがあと2人ぐらいいて、SR プラゴがもう5人ぐらいいて、
フレンドがもうルシファーだらけだと、なんかちょっとわかる、その気持ちわかる。モチベーション薄れるよね、うん、借りればいいやってなっちゃって、だ本当に引く気になって、うん、ボックスは拡張したんですけど、やる気だけはあったっていうことね。そう、やる気だけは本当にやりました。なるほど。ちゃんと動画で告知もしてたんで、うん、すっぱまやで気合だけは入ってました。まあ、ただこれに関しては本当にすみません、うん、まあ、でも、ね、ちょっとこれだけ待ってるから、うん、ここぞっていうタイミングはしっかり逃さないように、ね、しっかりやらせていただきます。わ、うん、かりました。そうで、いやでもいいですね、いろいろと。だ本当は、うん、最近 SS できてるじゃないですか。僕特のサクセス面白いってみんな言ってたよ。いやそれはやっぱイベキャラが違うからですよね。だと思う。だから今さ、サブ赤企画、はいはいはい、パワープロやろうよみたいなやつ、また始めようよみたいなやつやってるじゃん、はい、あれのサクセスちょっとやってみてよ。俺 S2 ができたから。ああいいですね、野手で。いやそれで言ったら、あとPN 大会、うん、またメタル村田さんが江戸島でやるじゃないですか、うん、で次それはシラスでやるみたいなんで、うん、それはカズエンド VS 特でやろう。 PN シラス、 PN ない俺。いやそれノーマルガチャガンガンやってください。ちょっと前にそれ言ってくれたら集めれたのに。ダメです、頑張って集めてください。はい、という感じでよろしいですか。はい、はい、重複してしまいますが、本日の夜には PSR 30班に挑む特を見られると思います。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。応援の方よろしくお願いします。そんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。